はい、皆さんこんにちは、佐々木克也です。フィッシングショーのですね、注目の新製品エアリティというリールになっています。ルビアスエアリティの後継機になっているんですけども、まずこのリールですね、最初のワンチャスト目から違いが、今までのリールとの違いがはっきり出るようなリールになっています。で、僕最初使った時、詳細スペックも何も知らずに使わせていただいたんですけど、ワンチャスト目からチャストの振りがすごいシャープになって、何このリールっていうなるぐらいだったんですけど、なんでそんなことになるかっていうと、まずは軽さですね。ダイワのリールの中で最軽量の 150g でイグジストより軽いリールになっています。でそれだけじゃなくてですね、このエアドライブデザインコンセプトなんですけど、重量バランスがすごくいいんですよ。フロントユニットをかなり軽くしてあるんで、そのリールだったら頭下がりになるのが、これだと頭下がりにならない分持ち重りがしないということもあって、リールのキャストの振りのシャープさ、そして操作性の高さを実現している理由になっています。フルメタルのね、マグネシウムボディなので剛性もありますので、ぜひ皆さんも使ってみてください。